2人来てる女性どうですか。やっぱりゴージャスだから、うん、ね、女性らしく見える印象がすごい強いかな。ですよね。なんか日本のオリジナルみたいな。なるほど、ラインが出るから女性らしい。ワンシャルなイメージだね。ね、ワンシャルイメージだね。着るのは簡単そうですか。簡単じゃない気がする。ナマステー、ナマステー、メラナム MC ケロリンヘイ、ジャパニラッパーフン、ナマステー、メラナムスーヘイ、ナマステー、メラナムおにぎりヘイ、イエーイ。Okay. Today we are going to watch 100 years of Indian sari. Yes. スーさん、あのサリーって知ってますか。知ってます。民族衣装。そうです。どういう印象ですか。でもね、やっぱカラフルな色っていうイメージがあって、うん、その形になるまでどうなったの。気になりますよね。気になる。ちなみにおにぎりくん、あのサリー着てる女性どうですか。やっぱりゴージャスだから、うん、ね、女性らしく見える印象がすごい強いかな。ですよね。ということで、ここにサリーの100年の歴史をちょっと見ていきたいと思います。いきますよ。3、2、1。はい。While researching and writing the book of Indian silk saris for Srimati's centenary celebration, I found out many new aspects of the sari. A number of similarities came up both in the 100 years of sari evolution and that of Srimati's growth since 1980. India's world famous women like Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Mother Teresa, M.S. Subbalakshmi, Usha Udup, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Shabana Azmi, Smita Patel, Medha Patkar, and Aishwarya Roy have given the six-yard wonder new dimensions in sari elegance across 100 years. Likewise, the parallel in the case of Srimati is obvious. As a designer, all these insights help me in my creative journey. This video is devoted to the 100 years of Indian sari. なるほど。美人だよね。美人。美人。なんかさ、西洋と東洋の、確かにいいところをなんか組み合わせたのが、インド人の方とか。確かに美人。これで1910年。へえ。今も見る。1920年代、30年代。あ、かわいい。ちょっとシンプル。確かに。第一次世界大戦が、ですね。40年。かわいい。黄色い。でもさ、肩を右左からか、必ずこう、布を垂らすじゃん。確かに。なんかさ、決まり込む。ね、確かに。なんか日本の帯締めみたいな。そうそうそうもう露出っぽく、そう、露出ができるの。すごい。確かに。まだ出てますね。多分露出絶対しちゃダメなんだよね。分かんないけど、しちゃダメっていう。よろしくないっていう。戦後だ、これ。それだね。まだもうラインが出るから、ね、それらしい。と、なるほど。そう、なんか西洋の方のファッションも、なんかこういう
やつがどんどん進化になってきて、重ねるかっていう、なんかそれを見ているような気がする。なるほど。余計なものを解かれて社会進出できるみたいな感じに進んでる的な。それにしてもこの女優さん経緯そうだね、それすごい思うずっと横付けが苦しくしてる、ね、うん、やっぱなんかベリーダンスとかの衣装っぽい、うん、腰ね、腰の部分を腰使うから、うん、ちょっと腰の動き見てる。なるほど。おお、なんかミスユニバースの、うん、あ、なるほど。あ、でもなんか布一枚じゃなくて、うん、それを原型にいろいろこう洋服見たくなってきてる。80年、90年からちょっと変わったんですね。変わったよね。シンプルになってる。シンプルなんだけど、なんていうんだろう、ドレッシーになってるっていうか、ね、うん、そうね、2000年代からめっちゃドレッシーだった。そう、これもよく見るようになってた。そう、このワンショルのやつ。だからこうワンショルのイメージがね。ね、このワンショルのイメージがね。そう、なんかこのマーメイドみたいなさ、うん、私のスタートのところってすごい。ウェーイ、なんかすごい元気ぽよになったね。すごい元気になったね。なんかファッションショー見てるみたい。なんかほんと最初出たての頃はその布布って感じだったの。布に巻いただけだった。1940年代50年代くらいからその、うん、戦後だね。女性の体のラインとかはすごい際立ってるような感じ、うん、なるほど。そこからまあ露出も増えてた感じ。確かに最後の方から、うん、あ、なるほど。そんな感じするね。だよね、するね。確かに。そのドレスの形を真似してた、うん、素敵です、とっても素敵です。シンプルになったかと思いきや、うん、2000年代からすごいドレッシーって感じになって、ね、確かに、うん、着るの簡単そうですか。ね、いやでも簡単じゃない気がする。難しい。簡単じゃないのと、さっきウソさんも言ってたそのやり方、うん、やり方からかけるっていう、なんかそういう決まりがあるのか、うん、確かに文化的なのも知りたい。確かに教えてください。教えてください。トイレ行くのとか大変そう。でもこうやってこうやってこうやればいいから。なるほど。いいんだろ、トイレ行くの。なるほどね。なるほど。まくればスカートだから。なるほど。確かに。心配なかったです。はい。ということで、今日はインドのサリーの100年の歴史を見てきました。面白かったですね。うん、あの映像の女優さんがめちゃくちゃ綺麗で、綺麗。目の子になりました。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこの動画を見てくれてありがとうございました。いいと思ったらチャンネル登録してください。質問したのでコメントをくれると嬉しいです。はい、ということでこの動画を見てくれてありがとうございました。ダニアワード、ダニアワード、フィルミレンゲー、フィルミレンゲー。今日生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達。そんな10代送ってないから、俺のリアルを歌うよ。俺は岐阜県生まれ、インターネット育ち、カボスやってる大体友達、掲示板好きも大体同じ、いろんなすれ荒らし